どうも、佐藤花太郎です。今回も1週間縛りのダイエットをやっていきたいと思います。最近ちょっと停滞期に入っていて、なかなか体重が落ちなくなってきました。あとちょっと限界が近づいてるのか、本当に元気ないです。まあこれも含めてね、チャレンジということで、まあやっていこうと思うんですけど、今回何でダイエットするのかというと、水道水のみです。1週間水道水ダイエットです。まあちょっと喋る元気もないので、前回の体重こんな感じです。はい、78.40kg ですね。はい、まあルール説明いってみましょう。今回花太郎が挑戦する1週間水ダイエットのルール説明をしよう。あ、水道水しか飲んではいけない、以上。は？はい、簡単に言えば1週間の間水道水以外摂取してはいけないということですね。頑張りますよ俺は、1週間ね。では体重 78.4kg の俺が1週間水道水のみを飲み続けたらどのくらい変わるか、やっていきましょう。はい、1週間水ダイエット1日目、朝食もちろん水です。お昼もちろん水道水です。1日目の夕飯水です。1週間水道水ダイエット1日目が終わったんですけど、なんだろう、なんかもう頭が回んないよね、1日目からしてなんだけど、なんだろう、なんか言葉が出てこない。まあそうだね、うん、頭が働いてないなっていうのがすごくわかる。時間、まあ2日目行ってみましょう。2日目の昼食です。2日目夕飯です。水で、もう水道水で。はい、まあ2日目終わったんですけど、力が出ないですね。うん、なんかね、物につまずきやすくなってる。うん、気をつけてはいるんだよ、気をつけてはいる、気をつけてはいるんだけど、なんかね、何もないとこでつまずくっていうのがね、2、3回あったけど、これちょっとやばいのかな。まあ3日目いきます。3日目の朝食です。3日目のお昼です。3日目夕飯。はい、1週間水道水ダイエット
3日目が終わったんですけど、まず一つ言わせて、今日ねずっとこのアホ毛ができててすごい気になってた。まあ風呂入ればよかったんだろうけどさ、そんな暇もないからさ、まあ今から入るんだけど風呂ちょっとねこれがすごい気になった。いくらこうやってもね治んねえのほら。まあそれはさておき、もうね、まあ空腹感やばいですで、なんか物事も考えらんないで、あとよくつまずく、まあ、これはもうなんかずっとだね。3日目はもうずっとだね。で今日からなんかねお腹は減ってるんだよ。お腹は減ってるんだけど謎のお腹の張り、ガスが溜まってんのか分かんないけどすごいお腹張ってんね、うん。だから体は正直軽いって感じじゃない、重い。なんだろうなこれ、腹すごいね張ってる。なんだろうこれ、ちょっと苦しいまである。これなんだろうね。まあ4日目やっていきます。はい、4日目の朝食です。昼ですね。いや正直限界っすよマジで。過去一きつい。4日目の夕飯です。はい、そんなこんなで、1週間水ダイエット4日目が終わったんですけど、お腹の張りがずっと続いてるねやっぱり。過去一つらい。やっぱなんかね、なんもなんか言葉が出てこないんだよな。頭が回ってないってのがすごくわかる。まあ3日間なんでね、5日目行ってみましょう。5日目朝食です。5日目の昼食です。はい、夕食です。もうなんか水飲むのも辛くなってきた。はい、5日目終わったんですけど、もうねこのカメラの三脚をね移動するのもめんどくさくなってしまって、ずっとここに置きっぱだね三脚。今日昼から動いてないと思うこの三脚。それで だるいのは変わらないですけど、6日目行ってみましょう。はい、6日目の朝食です。もちろん水です。寝つきが悪いし、寝れたとしても3時間くらいで起きちゃう。で今現在ね朝の4時です。寝れない。でも集中力もねえよ、水こぼしちゃったじゃん。昼食です。夕食です。
1週間、水道水ダイエット6日目が終わったんですけど、俺さっき風呂入ってきたんだけど、湯船に浸かってね。それいつもだと湯船にさ、10分以上浸かるんだよね。でもね、今日5分もしないうちになんかクラクラしてきて、やべえって思って。で、湯船から出たらもう立ちくらみというか、のぼせちゃって、もうね、なんて言うんだろう、なんかこんな感じ。脱水症状ではないと思うけど、もうぶっ倒れそうな感じになったから、栄養が足りてねえのかな。まあ水しか飲んでないから、ね、まあでも残り1日なんで、最終日行ってみましょう。はい、最終日の朝食です。はい、昼食です。夕食です。ちょっとね、このあと体重測るからこのくらいしか飲みません。じゃあ最後乾杯でもしますか。乾杯。はい、まあということで、1週間水だけを摂取したんですけど、やるもんじゃないね。ほんとつらかったね。過去一でつらかったこれ。まあダイエット開始時の 78.4kg、 1週間水だけを摂取したらどのくらい痩せてるのか、体重測っていきましょう。マジか。すげえ。ダイエット開始時の体重が、78.4kg だったのが、1週間水だけを摂取した結果 76.2kg になりました。ということは、1週間で 2.2kg の減量ですね。はい、いやすごいな。ちょっとこの辛かった1週間報われたなって感じですね。あと残り12kg、先が遠く見える。でも必ずやり遂げます。とりあえず今回は一番きつかった。多分いつもの突っ込みテロップ、今回入れれないと思う。多分だっておふざけ要素全くないもん。なんかふざけてるイメージなかったもんね。ということで、1週間水道水ダイエットでした。佐藤花太郎でした。じゃあね、次回の1週間生活はちゃんと腹にたまるものを選択します。